こんばんは。4月20日火曜日の夜でございます。平山茂と申します。現在時刻は9時を回ったところでございます。真っ暗でございます。遅くなりました。本日もお仕事だった方お疲れ様です。本当にお疲れ様です。素晴らしい素晴らしい、素晴らしい。いや大丈夫ですね、本当にね、大丈夫、火曜日が終わりました。火曜日が終わりです。もう火曜日が終わりです。さあ、私のことなんですけれども、ちょっと急遽なんですけれども、明日登山をすることになりました。はい、明日早朝から登山に行ってまいります。登る山は三重県にある御在所山でございます。御在所、東海地方とかにねお住まいの方は、ご存知の方多いと思います。御在所ロープウェイとかね、ロープウェイでも登れるという山で、確か標高が 1200m ぐらいということなんですけれども、私登山の経験はそんなに多くなくてですね、ちょっともう不安でしかないんですよね。もう急ということもありますし、とにかくまあ行こうじゃないかと、誘われたら行こうということで、ちょっと行ってまいります。ちょっとまだ準備も何もしておりません。とりあえずまだ何もしてないので、ちょっと いろいろ準備をしてですね、もう夜のうちに、もうこの後夜のうちにもう出発してですね、もう現地集合場所の方でちょっともう車中泊して明日の登山に備えようと思っております。ということで、ちょっと明日はですね、明日の動画は、登山の動画になるということですね。なので、頑張ってですね、山頂を登りますので、絶景を皆様にお届けしたいと思います。ということで、ちょっと準備をしたいと思います。それでは明日またお会いしましょう。大丈夫ですからね、大丈夫ですよ、あなたは大丈夫、本当に本当に本当にです、本当に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 大丈夫、大丈夫ですから、また明日お会いしましょう。それではおやすみなさい、また明日。頑張ろう。